皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。英語が超苦手な人の高校受験音読英語、とうとう20回目ですね。今回は過去進行形についてお話しします。進行形という言葉もうすでに学習しましたよね。現在進行形です。この進行形2つあるんですけど、どちらも文の作りは同じです。進行形は主語プラス B 動詞プラス一般動詞 ING、 すでに勉強した現在進行形、今何々しているところです、今何々している途中ですという意味を表しましたよね。具体的な例として、 Ken is studying English now。 Ken is studying English now、 主語 Ken の後ろに B 動詞 is が来て、 study に ING がついた studying になっています。この形ですね。で、 Ken is studying English now、Ken は今英語の勉強をしているところです、とこういう意味を表しました。現在進行形では B 動詞は現在形の am、is、are、 これを使います。そして今日学習する過去進行形、これは何々しているところでしたとね、こういう意味を表して、具体的な例を挙げると I was waiting for Bill then、 I was waiting for Bill then ね、こういう文章、主語 I、 B 動詞 was、 そして wait に ing がついて waiting、 この形ですね。主語 B 動詞一般動詞 ing の形になっています。で、 I was waiting for Bill then、I was waiting for Bill then、 私はその時ビルを待っているところでしたと、こういう意味を表していますけれど、この時 B 動詞過去進行形では過去形の was、 were を使うんですね。現在進行形では B 動詞現在形 am、is、are、 これを使っていた、過去進行形では B 動詞過去形の was、 were を使うと、こういうことです。ここが違っているところなんですね。もちろん意味も変わってきますけれどね。で、この進行形の文章というのは、すでに疑問文の作り方、否定文の作り方、ね、超簡単な作り方をすでに勉強していますよね。これ、疑問文否定文の作り方って2パターンしかなかったんですね。それは、B 動詞、助動詞型か、一般動詞型かということでした。この進行形、実はね、B 動詞、助動詞型の文章です。ということは、 B 動詞助動詞を主語の前に出せば疑問文と、その B 動詞助動詞の後ろに not をつけたら否定文ができるということです。では具体的な例を見ると、 You were listening to the radio、 You were listening to the radio、ね、あなたは B 動詞 were を使っているので過去形ですから過去進行形ですね、ラジオを聞いているところでしたという、こういう文章ですね。これ疑問文にする、これは B 動詞を主語の前に置く、 B 動詞はこれを主語 You の前に出して、 Were you listening to the radio? Were you listening to the radio? これであなたはラジオを聞いているところでしたかと、質問の文章、疑問文ですね、これが出来上がります。答えるときちょっと気をつけてください。 Were you と聞いているんですけど、 B 動詞はなんですけど、答えるときは私はと答えますから Yes, I となりますよね。ですから B 動詞は Was、 Yes, I was になります。 No だったら No, I wasn't、ね、No, I was not でもいいんですね。このようになります。で、否定文を作るとき、これ B 動詞助動詞の後ろに Not を置く、この場合は B 動詞 Were の後ろに Not を入れればいい、ね、B 動詞の後に Not を入れる、これで否定文が出来上がるということで、 were の後ろに not を入れて、 You were not listening to the radio、 You were not listening to the radio、ね、これで否定文、あなたはラジオを聞いているところではありませんでしたと、こういう文ができたんですね。簡単ですね。で、今回ここで勉強したものの中に、これ覚えたいね、熟語があるんですよ。それは何かというと、ここでできた waiting for、 wait for ですね、 wait for、 これは何々を待つという意味を表す熟語です。例えばビルを待つんだったら wait for Bill、ね、メアリーを待つんだったら wait for Mary、 こうなります。それからもう一つ listen to ですね、こうですね、 listening to で言う listen to というのは何々を聞くという意味です。この聞くという意味は他に hear という
単語がありました。でもこの hear というのは聞こえてくるという意味なんですよね。この listen to はどういうことかというと、同じ聞くでも意識を向けて聞くと、音楽や何かを聞くと意識を向けて聞くでしょ。でラジオを聞くときも意識を向けて聞くので listen to を使うんですね。ちょっと hear と listen to、 同じ聞くでもちょっとねニュアンスが違いますよね。ここの部分も覚えてください。はい、今回は過去進行形についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。